わあ、綺麗だね。ああ、いいね、いいね。ああ、いいね。うわあ、綺麗だね、本当に。まあ、何、あ、中の花屋に行くんだよね。わあ、綺麗だな。綺麗だ。コピーか、車にコピーだな。バラみたいだね、これね。綺麗だね。おお、いいね、いいね。じゃあ、ちっちゃいのも可愛いね。うわー、これ素敵。わあ、綺麗だね。すごいね。この辺もいいね。すげえいいね。いいね。わあ、この辺も綺麗だね。チューリップを用意中って感じ。こっちも綺麗。素敵。うわー、こっちもあるわ。
感じ。みんないろんな人がいるね。わあ、こっちもいい。あ、マラソンだよね。マラソンマン来るかな。わあ、素敵。いいね。しゃあ。あ、間違えた。あ、いるいる。マラソン。マラソンマンいるね。マラソンの人いた。ほら。いるね。何が売り切れ。リーボン。あ、さあ、この間、あそこが閉店セールだから。ああ、そうか。残念。そうか。よかったな。うん。なんかもうちょっと見てみよう。楽しそうだ。なんか楽しそうだね。ほら。ね。よっしゃ。ああ、いいね。寒いね。だもん。わあ、こんな花あるね。これなんかさ、あ、なんか結構多い、ね、あの、うん、これなんか可愛らしい花だよ。ほら、つぼみ。これ、これ、なんていうのこれ。ちっちゃい花がさ、これも可愛いね。あ、これスズランっていうんだ、これ。見たい、なんか。いいね。よし、こっちも。グループで固まって、こっちも切るの。うん。これ辺がね、これね、あの、ツツジなんだ。ちょっと変わった大きいツツジのやつなんだよね。あ、ここなくなっちゃった。ツツジなんだわ。西洋ツツジみたいなやつ。ここね、シダがね、いい感じなんだけどね。また生えてくるね。椿咲くあるね。三光へ帰れ。あるな。あ、こういうね、撮影のね、いいスポット。わ、ここも綺麗だね。黄色と。これなんて花これ。このバラみたいなやつ。前ママ使ったよねこれ。ラナンキュラス。なんとなく。これ綺麗な花だよな。弱いね。あ、これも可愛いよ。弱いんだ。とかあるよね。あ、これもちゃんと手入れしてさ、えらい。ここ上に席を用意しております。どうぞ、どうぞ。あー、苦しくないね。いいね。そんなにここ景色良くないんだよな、別にな。あ、この辺はシダもあるね。あ、これなんだろう、ママ。この白い花。これ雪柳か？違うよね。いや、まだ始まってないな。咲いてるところは結構咲いてるけどね。うん、桜の前だもん。あ、ラナンキュラス知ってるわ。これもあるやん、これ。ちっちゃいつぼみだ。これかわいい花だね、これね。はい。この辺もね、よくいろんな人がなんかやってる。お好きな感じで。いい季節になると蚊が出るんだよね、でもね。残念ながら。あ、あれ桜じゃない？
桜咲いてるよ。いいね。気づかなかった。あっちも咲いてる。気づかなかった。ああいう撮影のマッチングはどこで知り合うの？これもなんか変わったんだよ。ほら、ねえ。これ何これ？これなんだろう。わあ、桜綺麗だな。なんだこれは。ママ、可愛らしい作品発見。これいいね。パンを作る。どんぐりでやってやるよこれ。ねえ、なかなかの力作で。うん、うまいこと作ったな。これなんちょうどあの帽子みたいなのつけてさ、いい感じ。ねえ。あ？ああいう木の、あれわーってやったら作品が大きく見えるじゃん。うん、この間の東京でそう思った。桜の枝だけバーってやればいい。やっぱそういうのいいよな。うん。外側にバーってやって。広がりが出るもんね。真ん中に花。売ってるのしかし、まあこういうイメージでね。イメージ。枝ぶりって結構いいよね。桜なんかもう最強だけどな、それだけでいけるから。こういうね、写真撮る人たちがきっといるんだよね。いろんな人が。あ、目がかゆい。あ、これパンのパンパス。冬だね、冬だね。お腹です。養生中。いいね、春はやっぱり。濃い桜だね。何だろう、ちょっとあれとは違うね。にもバラ科って書いてある。桜もバラ科なんだね。
ちょっとお手洗い行ってくる。